オートマトダウン。はい、こんにちは。今回はモーリスファイターを翻弄し KO した技巧派ボクサーを紹介いたします。WBA 世界スーパーライト級王者藤武史選手が2度目の防衛戦にニコリノ・ローチェを迎えました。日系3世の藤選手は強打のハードパンチャーで31勝のうち26の KO 勝利を飾っており、初回からパンチを振り回していきます。一方、挑戦者のローチェはイントカブレと形容されるディフェンスマスターで、この試合が107戦目と経験豊富なテクニシャンタイプのボクサーです。中盤になっても藤選手のパンチは全て空を切り、ローチェのカウンターの餌食となり、ローチェのパンチだけがどんどん入っていき、藤選手は疲労とダメージが蓄積していくのです。ローチェの防御はまさにイントカブレで、9ラウンドになってもパンチは一切もらわず、逆に細かなパンチを効果的にヒットさせ、藤選手の心を折っていきました。WBC 世界ミニマム級王者リカルド・ロペスは7度目の防衛戦に強打のサマンソー・チャトロンを迎えました。挑戦者サマンは15勝のうち13の KO 勝利を築き、軽量級とは思えない KO 率とパンチ力を誇っており、後に階級をライトフライ級に上げ、統一王者のウンベルト・ゴンザレスを KO し、そのベルトを10度防衛するのですが、ロペスが相手では分が悪く、初回いきなり右カウンターでダウンを喫しました。続く第2ラウンド、ロペスは焦らずじっくりサマンの攻撃を見極め、無理に攻撃をせず、滑らかなフットワークや高いガードと柔らかい上体の動きなど完璧な防御でことごとく外しながら追撃をし、自分のパンチだけ当て、この試合2度目のダウンを奪いました。ちょっと足元がおぼつかないような感じになってきました。サマンワンツースリー返した、カウンダウンです。4つ目も返したんですが、4つ目は必要なかったようです。取ってまいりました。7度目の防衛に成功しています。チャンピオンはリカルド・ロペス、2ラウンド2分45秒 TKO 勝ちです。1980年11月、シュガー・レイ・レナードがロベルト・デュランの持つ WBC ウェルター級王座に挑戦しました。スーパースターのレナードは5ヶ月前にデュランに連勝をストップされるのと同時に、このタイトルをも受け渡したのでした。初戦、デュランと打ち合ったレナードは再戦では中盤から打ち合わず、カウンター攻撃とアウトボクシングを軸に、野性味あふれるデュランの攻撃を完全にかわしきる展開が
続きました。デュランは前回の戦いでレナードに勝利した後、母国パナマは大熱狂し、時の大統領が仕向けた大統領専用機で帰国するなど、デュランは英雄となり、ハングリーファを失い、再生の準備も不十分で、レナードの動きに全くついていけなかったのでした。デュランはこの再戦をダイレクトでやりたくなかったのですが、無理やり試合を組まれたことに加え、試合中レナードに翻弄され、フラストレーションがどんどん溜まっていきました。そして第8ラウンドの2分40秒過ぎ、パンチが当たらないデュランはやる気がなくなり、あろうことかノーマスと突然試合を放棄しました。1980年2月、21歳のサルバドール・サンチェスは WBC 世界フェザー級王者ダニー・ロペスに挑戦しました。王者ダニー・ロペスは8度防衛中の安定王者であり、42勝のうち 39K を積み重ねた強打者なので、誰もが王者ロペスが防衛すると思っておりました。しかしサンチェスは21歳と思えないほど試合巧者で、距離感が良く、その上タフでスタミナ抜群の挑戦者で、強打のロペスにひるまず試合をコントロールしていきました。そしてサンチェスは天性のカウンターパンチャーで、相手の攻撃をことごとくカウンターで打ち返すテクニックも兼ね備え、13ラウンドに王者ロペスをめった打ちにし、レフリーストップがかかり、世界王座を奪取しました。後に WBA 世界スーパーミドル級王者になるペク・インチョルは、頑丈さとパワーのあるパンチを武器に、デビュー以来26連続 KO 勝利など東洋では無敵を誇り、43戦目に歴代パンチ力ナンバーワンの呼び声が高いジュリアン・ジャクソンと WBA 世界スーパーウェルター級王座決定戦を行いました。ジュリアン・ジャクソンのパンチはこれまで対戦した相手の中でズバ抜けで強く、42戦ダウン経験がないペク・インチョルは初回に左フックで吹っ飛ばされ、初めてのダウンを喫しました。そして第3ラウンドに強烈なパンチを連続でもらい、またもや吹っ飛ばされ、試合は終焉しました。とんでもないパンチのジャクソンと真っ向から打ち合い、打ち勝ったのがマイク・マッカラムでした。マッカラムはジャマイカ代表としてモントリオールオリンピックに出場し、プロ入り後3階級で世界王者になりましたが、テクニックだけでなくジュリアン・ジャクソンと打ち合ったほどのタフネスさも兼ね備えておりました。ロベルト・デュランやトーマス・ハンズなど知名度のある選手に対戦をアピールしましたが、
避けられたのか対戦は実現しなかったのですが、ドナルド・カリー、ミルトン・マクローリー、ジュリアン・ジャクソンたちはノックアウトしました。当時史上最強のハードパンチャーと言われていた統一世界王者ソニー・リストンに22歳のモハメド・アリが挑みました。アリはローマオリンピックで金メダルを獲得し、プロ入り後も19戦全勝を誇っていましたが、賭け率は7対1で統一王者リストンが優位でした。パワーと破壊力があるリストンですが、歴代ヘビー級で最もスピードがあるアリの動きについていけず、試合は予想とは違って一方的な展開となっていきます。1年後にアリはリストンと再び戦いますが、この日もアリは足を使ってリングを回り、リストンを翻弄し、リストンが近づくと先行の右カウンターを放ちます。